こんにちは、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 
送はウェブ番組を通じて天神親子通りの魅力を全世界人類の皆様に発信していこうと毎週月曜日の夜生放送をしております。私司会の町内会長こと番長でございます。親子通りでお笑いの修行を積んでおります、ニコニコプンプンです。お願いします。ニコニコプンプンの爆弾はもうちょっとあんまり言いたい。はい、親子通りでサンバクラスをしています、サンバダンサーいろいぞです。いろいぞでございます。親子通り大好きのデザイナー葉山です。よろしくお願いします。ね、今週のゲストですけれども、親不孝通り復活祭2019実行委員会の皆様でございます。やったー、お願いします。復活おめでとう。それでは自己紹介を、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあメガネの方から。はい、親不孝通りエリアまちづくり協会会長をさせていただいてます、しげです。しげ会長でございます。しげ会長、親不孝通り商店会会長させていただいてます、川田です。よろしくお願いします。はい、どうぞ。一瞬で撲滅ガールズハートフルの友よです。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、商店会副会長の浜田です。よろしくお願いいたします。縁の下の力持ちの須川です。よろしくお願いします。親不孝通りテレビに出ていただいた方もほとんどですよね。はい、3回目、4回目4結構出てますよね。4回ぐらい出られてるし、2回で、浜田さんも前イタリアピーノとかで出ていただいたし、ハートフルさんもね、前来ましたっけ。新メンバーなんですよ。あ、新メンバーか。あ、そっか、前おらんかったもんね。そう、ブルー交代しまして。あ、ブルー交代したんだ。そうなんです。なんか戦隊ものみたいな感じでこう毎年一回交代するとかそういう、そうですね、人気制なんですかね。あ、ちょっと替え玉制かもしれない。替え玉制、いい表現ですね。ちょっと早速この親不孝通り復活祭なんですけど、うん、まあ、ちょっと自分も関わってるんですけど、はい、ちょっと知らなかった点で喋らせてもらいたいんですけど、はい、まずこの親不孝通り復活祭の復活って何なんですかね。何なんでしょう。あ、僕ですか。はい、この度めでたく、うん、親子通りのまずバリアフリー道路ですね。バリアフリー、はい、中央区役所の力によりまして、うん、4年前から活動いたしましてですね、はい、子供に優しい、お年寄りにも優しい、綺麗な道路にしようと、うん、それに合わせて、うん、新しい、にぎわい、はいはい、それから新しい住みよさ、そういう町にしていくぞという新しい親子通りを復活させようという意味が込まれております。以上です。あ、なるほどなるほど。いやいや、ちょっと力強かったですよね。力強かったですね。はい、このバリアフリーって要はその道路をこうきれいに整備することですよね。なんかちょっと昔とどういう風に変わったのかって説明できますか。まあ、バリアフリーっていうのは歩道も道路も平ら、うん、あ、そういう意味なんですか。そしてつまずくところがない、はい、以前はもうつまずきっぱなし、まあ、歩けばつまずきながら端から端まで行くぐらいの。いや、そんなにそこまでつまずきだいぶ4回目で大体気づきますそこに輪をかけて花壇という名のね、なんとも知れないものがたくさんあります。ご紹介しましたもんね。ご紹介しましたね。本来は花壇なんですよね。本来は花壇なんですよ、うん、お花がこう切り裂いてる予定ではあったんですけど、やっぱね、物は使いようということで、うん、ゴミ箱になってしまいました、ね。まあ、それが見事に、うん、変わった後に来られた方はね、うん、見て実感されてると思いますけども、うん、もうゴミも極端に少なくなりまして、うん、もう木も新しいなんじゃもんじゃという木に変えまして、5月にちらほらと白い花が咲くみたいです、はいはいはい、どんよりとしたイメージが、うん、地域の方からが言われますね。親不孝通りというよりも親
親不孝大通りじゃないかと、非常に明るくて、端から端までが 見通せるという、開けましたもんね、もう今まで街路樹が40年ぐらい育てたんですね。そうですね。で、やっぱこう木がもううっそうとしてたんで、なんかこう端から向こうの一番端っこからこう天神の方を見ると木でこう邪魔してたんですけど、今もう本当に西通りの方まで見えるぐらいに広いですよね。すっごいと見えますね。はい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 。今店の看板とかもね、木がないおかげで、そうそうね、はいはい、だから飲食店とかそれだけ賑やかもしれない。そうですよね。でまあ、本当綺麗な親子通りになって、でそれともう一個、そのあれでしょ、商店街組合、ごめんなさい、商店会、はい、商店会が新しくできた、はい、これ須川さん、あの街づくりのプロフェッショナルなんですけど、この中央区で繁華街で商店会っていうのがないところってあったんですか？いや、もうほとんど商店会あるんで。ありますよね、はい、新店長とかも、新店長もね、はい、商店会だし、はい、中洲とか西陣とか、はい、みんな熱心にですね、はい、頑張ってやるんですよね。だからそこに負けないように、ね、うん、一個もないとおかしいなということで、みんなが力を合わせてやろうということで、はい、これいつ立ち上がったんですか？このイベントに向けてというか。そうですね。あ、なるほどなるほど。まあ、4年前から動いてましたけど、まあ、地域の方々から言わせれば商店会ができるわけないと、そういう言葉は聞きました。そこに白浜屋が、白馬童子が出てきて、いやいや本当に、まあ本当にでもやってて難しいとは思うんですけど、まあ、どうにかちょっとこういうお祭りにこう参加させていただいて大きくしていければなという形で、ちょっと今までその親不孝通りだけがもうその商店街組合みたいなものがなくて、みんなバラバラでこうやってたみたいなところを、この新たに親不孝で商店会というものを作って、川田さんが会長になって、川田さんでお勝負なんてあるじゃないですか。僕は今ですか？あ、いや、今でも前に、はい、はい、居酒屋頑固っていう、はいはいはい、ところで、はい、やってたんですけど、はい、今ちょっと独立して、今独立してですね、はい、頑固さんでちょうど親子通りのど真ん中にね、はい、結構昔からありますよね。そうです、そうです、はいはい、で、そこの店長というか、専務会社の常務です。常務、はい、はい、やられた川田さんがそのリーダーになって、今何店舗ぐらい入ってるんですか？あそこのビルですか？あ、いやいや、商店会、商店会ですか？商店会は今、30弱ぐらいですね。あ、そんなに結構入ってますね。ただまだやっぱり足りないですね。全くやっぱりこう、まあ動ける動けないもあるんで、出動部隊というのをちょっと作りながら、こういうちょっとイベントをどんどんこうやっていきたいなっていう。年内はね、100近くいけそうな感じですけどね。すごいですね。そこはもう茂会長の力借りながら、夏場を目標50にして、はい、もう一回夏祭りで何かして、そして今度あれがあるじゃないですか、10月のハロウィン、ハロウィン、その頃までに100をみんな手分けして、ね、はい、8月25日が親子の日って決めたらいいと思うんですよね。0825で親子じゃないですか。だからその そうしましょう。宿題が終わってないやつはもうなるべく来いみたいな。宿題せんやつは来いみたいな。親子連れじゃ来いみたいな。そう、良くない方向になりそうですけど。あ、この復活祭ってことでここしばらく動いてるから、新しい、はい、その町になろうということで、実際的に保育園が参加してくれて、まあ、両方の保育園、それから今日も電話があって、舞鶴小中学校の方から連絡があって、はいはい、ぜひ参加させたいと、うん、今までは親不孝に近寄るなと、うん、はいはい、で通学路にも指定されてなかったんですよ。おお、そうなんですね。 それでこの親不孝通りエリア町づくりができるのにあたって、はい、まず舞鶴側と一丁目側と、はい、初めてです。天神三丁目側がこういう一つになった。そして
できたことがない層の商店街というのが出来上がって、うん、でそこが入ってきて、で重複しますけど保育園から小学校中学校の先生子どもたちまでがここの復活祭に集まろうという、これもう親不孝通りの長い歴史の中でなかったことですね。すごいことです。確かに、まあ、盛り上がりは復活祭ですけど、まあ、なんか新たな親不孝通りっていう感じもありますよね。そうね、復活祭ってその何て言うんですか、昔みたいな若者たちのなんかこう遊び場としての復活というよりも、うん、もう新しい親不孝通りとしてこう生まれ変わるみたいな感じのイメージなんですよね。そうです。具体的にどういうこと、うん、ちょっと内容を聞きたいですね、はい、中身のところ。まず、このチラシなんかを見ると分かりますけど、目玉が、ね、うん、はい、親子通り復活カレー、うん、復活カレー、みんなでね、どうしようどうしよう、人はどうやって集めようかとか話したけど、ぽつっと、中央署の警部だったり、はい、今日幹事長来てないですね、はい、最初は有名な人を集めようと言ってたけど、はい、そんなもんじゃ親不孝通りらしくないってことで、はい、で幹事長はね、はい、幹事長がカレー出したらどうですかって、うん、でそこで警部が復活カツカレーを出したらどうですか、はい、そこで沈黙していた番長が、はい、うわそれ面白いって言う番長ダジャレに関してはもうすぐ乗りますからね。これダジャレ大好きなんですよ。白木さんの頃から親不孝通りってやっぱダジャレ、親不孝通りがもうシャレみたいなもんですよ。まあ確かにそうですね、まあ、そういうアイデンティティがあるんですよ、この街に。なんかちょっとおしゃれを聞かせるっていうか、なんかちょっと面白いみたいな。よく考えたら8月25日もダジャレですよ。ダジャレ、全てダジャレなんですよ。そして、そして番長が何杯、誰かが何杯配ろうかしたとき、うん、やっぱりね、激励配るっていうのはもうは無料配分ですよね、そこで、ね、番長がまたダジャレ大好きで、うん、まあね、若い頃やんちゃしてた、ほや不孝してたから、ほや不孝1000杯じゃどうだろうか、またそこでわー、いや、うまい、あれ、あれ幹事長ですか、幹事長で、後から怒られますんで、幹事長で、それで、振る舞って人を呼ぼうと。でもう一つやっぱりメインになる県警もそれから区役所、市役所も協力してくれる、その目玉になる、ね、白服の学隊も出てきてくれます、うん、そこでやっぱり福岡市、福岡県が一番、なんですかね、テーマにして飲酒運転撲滅ゼロっていう、そこで安心安全パレードを約150名から200名でやろうという、はい、まあ、これが大きな目玉で、はいはいはい、あとはもう仮設のステージを作って、はい、親不孝通りにゆかりのある方、はい、ね、タレントの方もいらっしゃるし、はい、それから小学校を中心としたチアダンスチームもいるし、はい、それから地域にはもうご存知のように親不孝通りエリアって音楽の発祥の有名なところ、うん、地元の、ジャズミュージシャンたちとか、うん、もうそういう人たちが来たり、いろんなそういうタレントから芸能できる方が協力してくれて、まあ、11時からスタートですかね、あれは、ステージは、夕方の16時まで、18時まで、そして飲食店ブース、親不孝通りの商店街に入っている皆さんがグラウンドの方 でサーカスみたいなテントを張って、はい、そこでいろんな自分と美味しい食事を出そうという、はい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 、そういう大きな流れですね。わー楽しそう。結構詰まってますね。盛りだくさんですね。パンパンですね。まあちょっと一つ一つ聞いていきたいんですけど、うん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 、まずこの復活カレー、うん、1000杯、親不孝1000杯ということで、1000杯ということで、これ1000、親不孝1000杯っていう案どうですか、1000杯って言って、はい、そんな通るもんじゃないと思うんですよ、この量が。1000倍ですよね。1000倍で、それを言って、お、その1000倍いいっすねみたいな感じで決まったんですよ、うん、で、まあ一番そこでこう被害を受けてるっていうか苦労してされてるのが、これ浜田さんで、イタリビーノが実はですね、今回カレー担当なんですよ。あ、はい、どうなんですか、今。そうですね、もう皆さんの協力で、はい、準備は淡々と進んで、もうここはもう淡々とやるしかないですし、はい、まあ、これが本当一つのフックになって、で集まっていただいて、今両会長が言ってる本当にこの
活セールが新しいスタートっていうに花添えられるかなと思ってます、はいはい、名物になるかもしれないですね。そうですね、カツカレー、そうですね、そう毎回やらなきゃいけない毎年1000杯ね。200杯とか言うと、まあ、それでも結構すげえなと思うんですけど、1000杯大盤振る舞いするんですけど、これどれぐらいの米使うんですか予定では。30キロは使えますよ。米30キロ使えます。1票ぐらい。1票、米1票。カレーだけのルーだけでもすごい量でしょ。多分いや、すごい量でしょ。ドラマ1杯分ぐらい作らないといけないそうっすか。いやカレーの無料ね、あれたまにありますけど、ね、カレーの無料配布、カツカレーの無料配布ってないでしょ。はい、ないね。カツがその上に乗ってるっていうね。しかも、はい、ちゃんとあのお店の味というか、うん、お店ですからね。うん、いやすごいですね。これはちょっと期待できますよ。うん、はいはいはい。で続きましてパレード。パレード。パレードは飲酒運転撲滅で、それ子供たちもこう一緒になんかこう並んで、警察の方とか、行政の人たち、あと商店主の人たちとか、そういった人たちでこう200人ぐらいこう並ぶ人で。道路は車通ってるんですけど、なんか公園側から公園集合で、はい、要するに昭和通り側に U ターンですね。で先頭は毎回福岡県で飲酒運転撲滅セルゼロを、はい、出られてるハートフルスの、はい、ハートフルですよ。先頭に横断幕乗って、これハートフルさんもすごいあれですね。逮捕しちゃう、注目から注目の的じゃないですかこれ。全面ですよね。横断幕乗ってるから、はい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 、この格好で、ね、はいはい、赤木のちょっといますんで、その時はあの何ですか、はい、そこえ、はい、ミニスタポリスとかあれいいですね。脱ぐ形ですねこれ。あお願いします。あもうここぐらいまでこう上げといてもらって、逮捕しちゃうぞって言われて捕まらないですか。いや、県警後ろだから後ろ大丈夫今回そのあれでしょ、県警もなんかあのガッツそうですね、裏番ですね。あの白の帽子かぶって、はい、白の制服、はい、あのスタイルで、警察音楽隊みたいな感じですね。そうですね、24名で、はい、でその後ろに今度ね、エロイドさんたちのサンバ隊も行くんですよ。そうなんです。サンバ隊行くんですよ。そうなんですよ。親子通りをミニスカポリスどころかね、もう結構出しちゃってますけどね、大丈夫かな。ほぼ出てますから、ね、ほぼ出てます。サンバ隊に関して徐々に一番後ろで全部出すみたいな。色々が率いるそのサンバ隊は何人ぐらいおられるんですか、ダンサーたち。4人で行きます。4人なら結構華やかだ。いやいやいや、もうそうか、目立ちますよ、そのと2メートル超えがボーンと集まりますからいいですね。え、これあのそんなサンバの皆さんと一緒にこう、お子さんは別ですかね。順番があるんですよ、はい、お子さんも入ってるんですか。うん、あのさっき冒頭に話したけど、一番最初はやっぱり飲酒運転撲滅ゼロっていうのを前面に出していく、横断幕で県警音楽隊がいて、はい、その後に我々主催者がいて、はい、このワンツーがないとね、そうですね。でその後に町教区といって、まあ、いろんな方から入ってもらって、その後に、さっきも話したけど、小学校保育園、うん、そして後ろの方で派手なサンバチーム、はい、それからあと女装家。いいですね、女装家。女装家もいつもこの親子通りにも常連のことを言ってます。そうですね、はい、パルさんですよね。スザンヌさんですか。スザンヌさんですね。で一番最後商店会のメンバーが取りまとめてもらって、はい、あとはレッドブルに青バド。あ、レッドブルさんですね。あのレッドブルのあのなんかこう缶が乗ったのあの車みたいなので、はい、あれがなんかこう音楽とバンバンかけて、そうですね。あ、最高ですね。だから音を出すのがやっぱり楽隊が前面に出ないといけないから、で一番最後にレッドブルさんとか、そこ邪魔しないよ。すごいわ。うわー、すごい。過去ないでしょ。はい、ないどこ通られるって言われましたっけ？親子通りですか？そうそうそう。
通行止めにして長浜公園から出発して、はい、島通りまでずっと親子通り歩いていくじゃないですか。左側通行、母の歩道のところをわーっと歩いて、いやいや、道路、はい、道路片面を通行止めにする、片側通行止めにする、すごい通行止めっていうか、あの、ゆっくり歩いていくから、で一番後ろにはその青パトルがいるから、はい、ノロノロノロですね、ノロノロと、だからは そこの速さは園児たちに合わせてぐらいの感覚でゆっくりと昭和通りまで出て U ターンしていく。なるほど、ただ15分から20分ぐらいはかかりますかね。どこ心配してるんですか。僕一番後ろ歩いたのか。でもめちゃめちゃ豪華じゃないですか、あの通りダーンってですね。圧巻ですよね。圧巻でしょ。でちゃんとその横にも左右にも前後ろにも、区役所の人とか、警察の方も数名交通整理をしていただくような形でね、歩かせていただくというか、こう晴れるさせていただくという嬉しい流れですね。でその後、その後になるんですか、長浜公園でその復活祭のステージとかがあるっていう感じなんですか。そうですね、その後終わった後にあのパレードがある前も、一番最初はあの助走家が12時からスザンヌさんが、あのカツカレーも昼ですよね。そうそうそう、あとから、え、何時からなんですか、そもそも。オープンは大体11時ぐらいから、はい、長浜公園で会って、はい、あ、書いてあった、11時から長浜公園で会って12時からカレー配布開始するんですね。で1時からそのステージが始まる、はい、でここでそのさっき言ったその佐藤家の歌から始まって、で15時からパレード、そうだから15時前後40分ぐらいがステージがないっていう形ですね。で、ステージは、シルさんも出ますよね。出ます。僕はあの、はい、親不孝通りで月一のかっていうお笑いライブをあの生み出したんですけど、そうですね、はい、で、この月一のかっていうお笑いライブで、はい、渡辺エンターテインメント九州の方とか、はい、あと、太田プロ福岡の方とか、はい、まあもう事務所の垣根超えて、はい、いろんなこう、ジャンルじゃない、いろんな事務所さんの芸人さんをこう出てもらってっていうライブやってるんですけど、はい、それを親不孝通りで生み出して、はいはいはい、で、そのメンバーとお笑いステージをやります。いいですね。ニコニコプンプンと、あとまた別の、はい、月一のかメンバーで。いやはい、結構親不孝通りってお笑い盛んですもんね。いや、その月一のかとか、あのなんか、アミティメでもなんか前なんか、あ、僕もやってましたよね。はい、あんみつ姫でやってたりとか、はいはいはい、そんな感じ。そういうところで鍛えられてデビューした、うん、芸人さんたちが、うん、お笑いライブやってくれるとやりますよ、いうことと、なかなか見れない。あとあのマジックの方とか、あとバンドもありますもんね。マジックマジックで一瞬入れるな。私も早間さんされるんだから。マジックの小川さん、はい、マジシャン小川、マジ2時からですね。はい、2時からマジシャン、マジシャン、はい、ここにもちょっとあのなんちゃってマジシャン今一応いるんですけれども、あ、いやいや、あの音楽マジックのまだちょっと見せれるレベルじゃない。そうですか。あとあの僕気になってるのが、はい、あのスペシャルバンドが2ステージあるらしいんですけど、はい、これはあの、はい、人名スペシャルといって、うん、有名な方ですよ。ちょっと教えてもらっていいですか。過去でいくとですね、はい、現在もそうだけど井上陽水さんから福岡で演奏するときは、うん、神明さんといって、まあ、天神三丁に住んでらっしゃる、はい、原田院の先生、はい、でバックステージやらニューコンボで毎週演奏、あのもちろんお金を取ってされてる方の集まりです。うわあ、すごい。その有名なバンドの人たちがやってるの、うん、はい、と。たまたまですね、娘が同級生で家族を通して親しくさせていただいてて、で僕の主治医でもあるということで、マシカさんがやり合ったらやろうかっていう、大事ですね、そういう横のつながりって。で、このバンドと、あと
エロイザさんのまたサンバ、はい、そうなんですよ、はい、もう全員巻き込んだろうと思って、おおいいですね、もうその会場を全部一つにします、はい、やっぱね、もうこういう、なんていうんですか、あのイベントにはやっぱサンバ盛り上がりますもんね、いや盛り上げますよ、盛り上がりますもんね、すごいですね、みんなも最後なんか汗だくになってますね、わーみたいな、はい、気概持ってて、ぜひ汗、お笑いライブ見た時は大体ああ面白かったねなんですけど、あのサンバのステージの後はみんなもう、こう疲れてますもんね、汗だく、一緒に踊って、もうみんなこうやって疲れたーって楽しまれました、町内会でもね、2年間お世話になって、ああ、はい、もう全員総立ち、うん、めっちゃいいですね、ラテンはいいですね、最高ですね、本当そしたらそういった意味で今回もう盛りだくさんですね、すごい、マイケル・ジャクソンも来るじゃないですか、はい、マイケル・ジャクソンさんが来ますよ、え、なんすか、マイケル・ジャクソンさんのそっくりさんが、バイコー・ジャクソンさんが、バイコー・ジャクソン、ええ、有名な方ですよ、え、なんすかバイコーってなんですか、なんですかって、バイをかけてるんですかね、博多弁のかもしれない、あーどう、ちょっとそこ聞かないと分かんないですね、一応あの福岡の方なんですけど、ハロウィンの時もね、今もにしてる、あー、まあ、あのテレビとかもバンバン、出てる、はい、有名な方です、バイコージャクソンさん踊るだけですね、はい、ステージの方も激アツです、激アツですね、はい、ステージは、え、長浜公園のステージとかありましたか、仮設を作るんですよ、場所は特定すると砂場がありますよ、あ、はい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 、そこに高さ60センチ、はい、約5メーター、6メーターのちゃんとしたステージ、ステージ組んで、へー、これはちょっと今週の日曜日ですよね、はい、いよいよ、いよいよですね、カレーも食べれて、はい、これが全部あのカレーなんですか、全部見れて、はい、入場料とかはそれ高いでしょ、絶対絶対高いですよね、聞かなくていいっすよ、チケットとかってどうやったら買ってんすか、前売りで買おうかな、前売りかな、チケット部屋で販売しようか、販売するんかい取ろうとされてる、ちゃんとあれカレーいくらやろ、まあ、これが全てこう込み込みで、ね、無料みたいな、わー、素晴らしい、無料、親子通りならではですよ、すごい、素晴らしいっす、本当親子通りだけどこの新鮮親子通りに来てもらって、うん、復活カレー食べて、はい、ね、親子先輩というように、まあ、この新しい親不孝通りで今後は少しの人たちは親不孝はしないと、はい、ね、はい、親孝行者になるという約束でこの皆さんにカレーライスを振る舞うわけですよね、そうですね、はい、はい、そういう街に目指していかないといけないと、はい、いうことで、今日の番組終了させていただこうかなと思います、はい、ね、じゃあ最後あのこれでご賞はそうそう、あと中央区長も中央署の署長も来ますからね、それから小西先生や主任のいろんな方も来られますんで、はい、はい、じゃあそういった人たちとみんなで盛り上げてまいります、はい、ぜひあの14日、今週日曜日、ね、11時から、長浜公園でやりますんで、ぜひ皆さんお越しください、はい、じゃあ最後これでご紹介